制服対抗ダンス甲子園2、汐留のおしゃれなライブシアター大火前、特設ステージに続々と高校生ダンスチームが集合。高校生制服対抗ダンス甲子園パート2ということで、みんな乗ってるかい。ウェー、こちら半分はですね、まあ、前回の優秀チームというようなことでよ、揃っておりますね、キャラクターが。あー、みんなバカですか。こちらの方が新たにですね、挑戦したですね、制服対抗、高校生ということで、みんなやってるかい。はい、このですね、制服対抗ダンス甲子園はですね、いずれ最終的にはですね、ニューヨークでですね、ボビー・ブラウン、それからランディ・ MC、キャメオン、そして、ゲスト審査員には大泉明さんを迎えてですね、大いに盛り上がっていきたいと思いますけどもですね。まずは前回の優秀チームが新しいダンスを披露。どうでしょうリーダー、新しい踊り考えましたか。バッチリですよ、昨日寝ないで、はい、やりました、前回お兄ちゃんがですね、あれお兄ちゃん、こっちの頭がこういう切り方でこっちがこれ、前回はこれ変わってたんだけど、ちょっと何もないように見えて、あ、見えて、見えて、実は後ろが、おお、なんか書いてます、なんて書いてあるこれ、社長、社長、たけしと書いてありますね。たけし、右から読むとしけたになりますね。これびっくりしましたね。ミュージックyou
人文部という感じのね、それでガリバンでも吸ってそうな、ね、中村先生に赤ん坊が生まれましたのって書いてね、やってるような感じだって、どうする今ね、部活は何やってるの？簿記部です。簿記部？簿記部、うまいですね。ミュージックスタート。ここまで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。実はですね、 VH ステープを整理しておりましたら、この同じ時期にですね、うちの高校のいわゆる文化祭で視聴覚室で踊った映像が見つかりました。同じ振り付けを踊ってるのですが、学校内で踊っていて、そこにオーディエンスもいるという内容です。こっちの動画もチェックしてみたいよって方は、ぜひいいねボタンやコメントでお寄せいただければ幸いです。それでは引き続きこちらのチャンネルのご視聴よろしくお願いいたします。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。高校生徒対抗ダンス甲子園関西大会開催決定。関西のダンスリーク高校生集合。条件は2つ。学校の制服で踊ること。5人前後でチームダンスをすること。下手でも構いません。情熱があれば OK。優秀チームにはビッグなチャンスが待っている。奮ってご応募ください。